はい、どうも、なぎです。ちょっとね、みんなにね、どうでもいい報告があるんだけど、俺いつも使ってるプロコン、このスプラトゥーン色のね、プロコンがあるんですけど、これ壊れちゃって、どこが壊れたかというと、スティックがなんか、滑り悪くて、ちゃんと押してるのに、前に進まなかったりするんですよ。なので、新しいの買いました。プロコン買いました。マジでほんとどうでもいいっしょ。でもね、このプロコン、やばいの。マジでやばいの。いや、壊れてるプロコンじゃん、これ。ちょっと、プロコン、待って、プロコン食われてるやつ、これ。全然前に進まない。やばい、やばい。これマジでやばいんだって。壊れてて。やばい。やべえよ、マジで。でもね、リアルスイーパーだったらなんとかなりそう。やば、これ。いや、動かねえ。くそマジかよ。なんで壊れてんだよ。なんでだよ。なので、買い替えました。で、今日は、新しいプロコンで、プレイしていきたいと思います。ということで、真っ暗な部屋からの配信でした。え？うわぁ！はい、マッチングしました。コンブトラックの縄張りバトルということで、プロコンが壊れてからの第一戦目ではないんだけど、はい、やっていきたいと思います。なぜ、第一戦目ではないかというと、まあ、負けたから。負けたからです。なぜ負けたかというと、プロコンがまだ硬くてっていうちょっと言い訳なんですけど、っていうのは冗談で、なんか、最初一発目の動画ってさ、やっぱり勝ちたいじゃん？なんか演技よくね、勝ちたいんで、ちょっと負けたとこはなかったことにしてカットすることにしました。てか俺一周くるくる散歩してんだけどさ、あ、これやばいかもしれない。しっかり泡を着地でなんとかする。あ、待ってこれやばい、危ねえ。危ねえ、なんか、事故りそうだったね、今ね。お風呂ね。あ、ナイス、ボムラッシュ。これで多分塗りは強くなった。結構多分、中央とか塗れると思う。いやー、いいですね。このシュッシュッシュッシュってできる。そしてクワッドホッパーって、ちょっとエイム、自分がスライドしてから合わせるのって、まあ、マニューバに比べるとちょっと難しいじゃないですか。まあ、僕の感じなんですけど、よっしゃ！下もやる。下じゃねえ、上もやる。降りてきたのもこれも倒す。倒せないからスーパー着地で味方が倒してくれた。ありがとう！何もしてね、ありがとう！いいね。これ勝てそう。これ勝てそう。これ勝てそう。あ、危ね。はい、4つ。そのジャンプするの分かって、頭光ってんだ、お前。頭。頭光ってたら大体飛ぶからな、みんな。あ、味方死んじゃった。詰めるよ、これ、無理やり。あー、ラッキー！キューバー危なかったね、今ね。さあ、ちょっと体勢立て直してもう一度、突ろうかな。意外とエイムの調子がいい時ってこう、無理やり突ってもね、敵倒せたりするんですよ。このお風呂も倒していきたい。危ないしか避けて倒していく。これがクワッドホッパーの強み。まあ、いい。新しいプロコンちょっとね、やりやすい。今までね、スプラトゥーンのプロコン使ってたんですけど、てか3代目なんだよね、プロコン。スプラのプロコンが壊れちゃって、今また黒いのを買い戻しました。下にいるやつこれ倒す。なんか強くね俺。たまたまだけどさ。これ、たまたまだし縄張りバトルだからってのもあるけどさ。ちょっとなんか、調子いいと気持ちいいわ。クワッドホッパー。これ危ない、死ぬかもしれない。これ味方のジャンプを助けてあげるために俺は前に出るぞ。よっしゃ。お、ロッキー。こいつも倒したい。あーはあ、うちか。あ、でもまあ3枚持ってたからいいや。あと味方に任せないぞ、オールダウン。神か？味方神か？あ、ちょっと濡れてないとこちゃんと塗ってね。スプラ甲子園とかね、出る人はわかるんだけど、こういう自軍塗りがね、大切だから。もうナメプとかしない。もうちゃんと塗って勝ちたい。正当派の勝ち方。あ、いいですね。あとはもうね、塗ってるだけでね、勝ちですよ。もう、こういうとこもさ、ちょっとクワッドパ塗りづらいから、もうちょい塗りやすくしたい。もうちょい塗れるようにしてくれ、クワッドパ。最近ハマってるから。あ、どうだろう、これ。あ、でもちゃんとジグン塗ったから、これ勝ったんじゃない？あ、いいね。これ多分ジグン塗らなくても勝ったわ。はい、ということで。
見事無事に演技よく勝つことができました。ありがとうございました。